はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ミストです。本日はですね、ダンジョン高校の、サクセスをやっていきたいと思います。このようにですね、センス丸を引いておりまして、なんと持ち込みにも成功してるというね、奇跡が起きたので、本日ねこちらのサクセスで、頑張っていきたいと思います。まあね、私なりのねダンジョンの立ち回りをねお見せできたらいいかなと思っております。初期値がこんな感じですね。はい、まあ、悪くはないかなと思います。はい、しかもねいきなりびっくりがあるというね、いい感じのスタートではないでしょうか。ではやっていきましょう。ちょっとねすごく長い、サクセスになると思うので、最後まで、お付き合いください。ではいきましょう。はい、東雲のコツですね。あ、そうだ、デッキをお見せしなかったですね。デッキがこんな感じになっております。東雲、ミヤビ、セーラ、カミラ、雷、レンちゃんということですね。試合経験点が 30% つくデッキとなっております。前にあと4ですね。はい、ではやっていきましょう。いきなり東雲っていうのが素晴らしいですね。しかも団結240というね、素晴らしいですね。スタートとしては上々じゃないでしょうか。さあ、コツが欲しいところですが、コツをくれないんですね。終わりたいなぁ、ちょっと。ここはね、やっぱ、ちなみにね、コツは優秀なので、コツをぜひとももらいたいところだったんですけども、まあ、今日はね、やっていきたいと思います。ダンジョンはね、本当に一つ一つのコツが非常に大事になってくるので、さあ、2連続できましたね。いいですね。続きましても東雲と、今度はぜひとももらいたいところでございます。はい、さあ、こんなくれるでしょう。嘘やん、マジかよ、くれないんかい。いやー、東雲は結構くれる人なんですけどね、おかしいな。はい、レンちゃんのね自己紹介で体力が回復すると、うお、すげえ、3連発。いや、さすがにね3回目ならくれるでしょ、しののめちゃん。しののめちゃん。さすがにね、3回目なんだよ。おー、アビヒ、いいっすね。本当はもうここでね、アビヒ、パワヒ、降格とか、まあ、アビヒ、降格、守備職とか抑えられたら完璧なんですけど、まあ、贅沢言わずに、まあ、アビヒもらえただけいいかなと思います。っていうか、すごいな。最初の3ターン連続でびっくりするっていうね。奇跡ですね、これは。ある意味では探索の方を参りたいと思います。まあ、パッパパッパやっていきましょう。はい、まずは主人公は電光石火のツインビーストを装備して、あとはですね幸運がプラス15になるように、やっていきたいと思います。はい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 。で、セーラはですね、霊媒体質15になるように、やっていきたいと思います。まあ、序盤はね彼女評価を上げることに専念していけたらいいかなと思っておりますね。はい、はい、カミラはですね、まあ、特には、まずは指定せずにつけていきます。まあ、装備はね、相変わらず序盤はぐちゃぐちゃ装備で、団結力を上げていくという編成でございます。はい、レンちゃんはですね、野生の感を、高めていきたいと思います。はい、こんな感じで野生の感15、霊媒体質が15、幸運が、15という編成でなっております。では探索の方参りたいと思います。まあ、ここはね、敵3ルーペ1を、確実に引いていけるように頑張っていきたいと思います。まあ、今たりねこの敵31ルーペってのがね慣れないんですけど、まあ、このように難しいですね。まずこのルーレットが、はい、早速ミスってしまいましたと。
はい、まあ、今度は無事敵を踏めたと。でこのね緑の敵がね小さな花を落としてくれるので、それをたくさんもらうために、幸運を積んでるという感じですね。はい、行きましょう。はい、3個いいじゃないですか。ここいいっすね。はい、ゴキブリとはあんまり遭遇したくないのでまあ今のは残念でしたね。ちょっと早かったか。ここはあまり使えないっすよね、まだ。できればね、敵が3連続とかでね、続いてくれるとね、やりやすいんですけど、まあいい感じにね、ばらけてしまってるので、今回はちょっと難しいですね、うまい具合に踏んでいくのが。あー、行き過ぎたか。きついなー。はい。まあいいでしょう。これがね、ちょっと逆になってほしかったですね。1個前と。さあ、でも緑が3体出てくれたので、非常にありがたいですね。はい。4個もらえたということで、十分じゃないでしょうか。で続いても自己紹介ですね、おそらく。はい、神谷ですね。で、続いて、スカートが来るのかな。はい。すごいな。タック早っ。さすが3回踏んだらけありますね。まあ、セクション1はね、練習は我慢して団結上げに、勤しみましょう。で続いてはね、東廊下2に行くので、ここは探索技術を、マックスまで上げた装備で参りたいと思います。はい、これでいいかな。あ、違う。こうですね。はい、これで、探索技術が、15になったので参りたいと思います。まあ、探索技術をね15にしてもね、青が2回来てくれないっていうのはねしょっちゅうなのですが、最初はね来てくれましたね。最初はっていうか、まあ無難に来てくれたと。ただね、両端が緑なのがちょっと嫌なんですけども、ここ気をつけていきたいですが、まあね気をつけられないと。この速さに慣れないっすね。まあいいでしょう。あとは敵を踏んでループで終わせたら最高ですね。はい、まあ、敵がね3連チャンしてるんで、さっきよりかは踏みやすいかなという印象ですね。あれ、ちょっとね今音なしでやってるので、撮影の関係であのゴキブリの根性のキュイーンって音が聞こえないですね。はい、でまあ2回踏んだんで、ワンチャンここでねルーペ踏んじゃってもまあいいかなという感じですね。ただ敵は狙っていきます。はい、ここはちょっとゴキブリしか出なかったのが残念でしたが、はい、最後ルーペ狙えたら最高ですね。まあ、私の目押し力をご覧ください。ここ、あーもうダメだ、全然ダメ。はい、はい、と。まあ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 、ここで踏めなくてもね、そんなに経験点にあれは出ないので、とは言っても踏めるに越したことはないんですが、はい、レンちゃんですね。こちら野菜選んでいただいて、経験点を取りましょう。ただ前になんでね、レンちゃんの告白は早めに来てくれると、信じております。はい、で続きまして、渡り廊下ですね。ここは霊力をガン積みして参りたいと思います。はい、霊力もう霊力オンリーでも大丈夫ですね。ただまあ霊媒体質と、野生の勘は変えずに、この、ね、探索技術を持っていたセイラーのところを、セイラーじゃないや、カミラのところを、霊力に積み替えるという感じですかね。はい、で、回復薬を作るのも忘れずにしておきましょう。まあ、6個くらいで大丈夫でしょう。で、渡り廊下に参りたいと思います。はい、短くします。はい、ここも敵さん1ループをね、確実にこなしていきたいところですね。さっきうまく踏めなかったんで、ここで挽回できたらね、いいかなと思います。はい。
いいっすね。はい、まあ不意打ちがね、結構あるので、この犬たちはそこら辺ちょっと気をつけていきたいところですね。オーケー、滑りましたがなんとかいけましたね。はい、電光石火で口出していきたいんですが、命中率が悪いので当たんなかったですね。で続きまして、ルーペを踏んでいきたいと思います。ここなかなかうまくいかないですね。はい、いいですね、今度は全部当たってくれましたね。はい、めげずにここで、ダメだな、下手くそだな、下手くそというかこればっかりはね、ちょっとどうしようがないんで、ちょっとご了承いただきたいんですけど、お願い全然ダメでした。はい、ちょっとね、TP が怖いですが、さあここはあまりね、強敵は、踏まずに狙えていけたらいいかなという感じですね。はい、こう狙わすとね、ループ 踏めるように乗っておきましょう。あー、ずれたか、くそー。ただ、まあ、レンジャーがね早いので不意打ちさえ取れなければと言おうとしたんですけど、 TP がないのかちょっとまずいんで、ワンパンされないことに祈るしかないですね。あー、さっきった、きついなー。コループ踏みたい、ぜひとも。ここ頼む、よし、いったで、よし、よかった、まあ、セーラーね、最初の練習で評価上げといたんで、まあ今のは痛いですけど、なんとかリカバリーできるかなという感じですね。まあ、こういう風にイベントが起きやすいんで、マネキンのおかげで、そこをね、うまく利用していけたらいいかなと思います。はい。で、レンちゃんのイベントもね、サクサク進んでくれますね。これ多分評価、オレンジになったと思うんで、はい。まあ練習はね、ちょっと見ちゃうとね、誘惑に負けそうなので、でもレンちゃんと、レンちゃんですね。レンちゃんは来ましたね。まあ、ただレンちゃんがね、ぜひともクリスマスに来ていただきたいので、レンちゃんをね、探索に連れて、ずっと連れて行きたいと思います。クリスマスまでは。で、ここはね、次、ふわふわフードをね、忘れないようにしましょう。はい、こんな感じでいきたいと思います。まあ、回復薬もね、最大まで作ってしまいましょう。はい、ベッドローカーいきます。お、いいですね、赤が連続してるとこはやりやすくて、助かります。はい、でこいつが結構強いんでね、削っていきましょう。できればね、この犬の方がね、気楽でいいですね。はい、まあ、この撮影してる機会にね、自分が一体どのくらいの時間をね、この1サクセスでダンジョンにかけてるのかっていうのもね、気になったので、それも検証できたらいいかなと思っております。まあ、しゃべりながらなんでね、いつまでかちょっと遅くなってしまうんですけども、まあ大体のね、時間の目安が分かると思うんで、それもちょっと気になってますね。はい、これは、電光石火で、潰していきましょう。楽でいいっすね、やっぱ赤が連続してると。で、こいつはちょっと強いんでね、これ2人電光石火で、はい、主人公だけで OK でした。はい、まあ、これは TP どんくらいだろう。あ、一応カミラの電光石火でいきたいと思います。倒されたか、まあ、倒せれたんでいいと思います。最後ルーペ踏んで終わりましょう。よし、
2回決めたのでかかったですね。ただ B 賞ポイントはねあまりいらないので、そこはちょっとね、まあ、運になっちゃうんで、マネージャーなんで。はい、でカミラの告白が一番早めに来ましたね。はい、恋人と、はい、でレンちゃんも来てくれたと、完璧ですね。すっげーイベント起こりますね。さえさえダンジョンはねイベント完走しやすいんですけど、まあ、ちょっと後4というのがね怖くてね、まあ、招き猫もなんか待てたんで使ってみたらいい感じにハマったという感じですね。で阿部日は、早々に潰してしまいましょう。はい、で次ちょっと怖いんでね、これデートで、レンちゃんのね回復していきたいかと思います。はい、 OK です。はい、こちらですね、ちょっとまだ判断しづらいんですけど、どうかな、筋力でいきたいと思います。ちょっとねこれ終盤に来てくれたらちょっと、あ、こっち足りないなっていう判断できるんですけど、今回ちょっと微妙だったんで、パワーをね S にできないとちょっとしょうがないんで、そこはあれなんで、今は筋力を選びました。でこっちは、連打骨をね確率でもらいたいなと思います。はい、うわー、行きたいけど、まあ我慢ですね。で、続きまして、別棟廊下 B ですね。ここではね、びっくりを2回踏まなきゃいけないので、と、まあカミラを外して、どうしようかな。カミラを外して、忍びは評価上がってるんで、あ、どうしようかな。雷で行きたいと思います。で、雷に、探索技術をつけてあげましょう。これじゃないんだ。こうですね。はい、で、OK で、ふわふわフードは、ここはマストじゃないので、外しちゃって大丈夫です。恐怖攻撃しか、続きのエリアはしてこないので、ここはね、まあ外していいんじゃないかと思います。警戒あたりのねスキルもつけれたらいいかなと思いますね。やっぱり先制攻撃が一番怖いので、こんな感じでいきたいと思います。はい、2個あることを祈ってねやっていきたいと思います。はい、 OK ですね。全然違いますね、やっぱり2個あると本当にね、プレッシャーというか、緊張感が全く違いますね。ポンポンいけるんで、1個の場合だとね、すっげえもう何回も何回も目押しして今だみたいな感じでやるんですけど、やっぱ2個あると全然違いますね。で、ここは敵を踏みたいんですけど踏めないでいる。うわ、やっぱ敵がね多めじゃないと辛いんだよな。はい、せめて2回踏みたいですね、敵は。団結力がね上がんないので、頼む。あー、下手、下手くそかよ、ちょっと無残な結果に終わってしまいましたが、まあ、最低限のね観測はできたかなと思います。はい、回復イベントのね、みやびちゃんの金徳イベントが最初ですね、第1回起こりました。はい、出ます。はい、なるほど。で、続いては理科室ですね。理科室も、装備的には同じなんですけど、ここはね、また幸運をプラス5にした編成に変えていきたいと思います。ここでもね、小さな花、あとね、青色の粘液というね、非常に便利なアイテムをね、落としてくれるので、ここもぜひとも、たくさんね、敵を倒して、回復アイテムを集めたいとこですね。はい、気合入れていきましょう。さあ、いい感じの配置ですね。はい、
うん、まあね、ずれてもね、敵と戦えるんでいいかなと思います。はい、はい、小さな粉、このアイロンネイキですね、こちら回復スプレーをね、作るときに使えるんで、まあ、やっぱぜひとも欲しいアイテムの一つですね。はい、また外しちゃいましたが、まあまだまだね、長い目で見ていきましょう。あ、大丈夫でしょ、これで。よし。あと一回踏みたいと思います。ちょっと微妙かな。OK。あとはね、敵と、ルーペを踏んでいきたいですね。スペルナ、止まれ。よし。はい、このね、ワームはね、ネバツと液体と小さなワームをくれるんで。さあ、いいんじゃないか。よし。できれば 99% でね、最後、ループを踏みたいですね。あー、これやばいかな。やっぱりなー、わかるんだよな、なんか。行き過ぎたってのが。まあ、ルーペで行っちゃおうかな。はい、よし、無心症とメンタルいらないな。はい、で、みやびちゃんのイベントですね。はい、続きまして音楽室に行きたいと思います。音楽室はですね、致命耐性が必須になってくるんで、そこを付け忘れないようにしていきたいと思います。てかセーラーはもう十分じゃないか、ずっと連れてってたけど。言ったよね、ちょっと間違えたな。やっぱ喋りながらだとね、普段やってることを忘れてしまうんですよね。ここをね、みやびに帰っていきたいと思います。致命耐性ですね、をつけていきたいですね。では一応二刀流にもしていったらいいかなと思いますね。カメラはね、応急手当を持ってるんで、それをうまく利用していけたらいいかなと思います。で、みやびちゃんには暗視とあれですね、霊媒体質をつけていきたいと思います。チェットブースト、ここをフォートレスメインに変えるか。まあ、小さなのがそこそこ集まりましたね。はい、では続きまして音楽室参りたいと思います。ここはね、一回びっくりを踏まなきゃいけないので、忘れずに踏んでいきましょう。うん、いい感じの配置ですね。 OK、 一発で踏んだのでかいですね。はい、 OK です。うわ、熱いんだよな、こいつら。ちょっと怖いな。怖い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 。ちょっとすみませんね、一旦録画を止めます。はい、すみません、ちょっと再開していきたいと思います。レンちゃんが死んじゃいましたね。はい、まあ気負わずやっていきたいと思います。お前ら強いんだよ、やめてほしい。もう、やっぱ食らっちゃいますね。はい、ちょっと怖いですね。まあ一旦
どうしようかな。回復狙いつつルーペだったらいいかなみたいな戦法取っていきたいと思います。うん、まあいいでしょう。やばいな、 PP が全くないな。くー、なるほど。はい、ちょっと回復踏みますか、さすがに怖いんで。はい、うん、滑らんな。それはいいんですけど、まあいいでしょう。TP がない。ここは回復ですね。もっちょ。OK。はい、これはいけるでしょう。来た。よし。で、最後バトルして、ルーペ踏んで終わりたいと思います。まあ、どこまでもね、貪欲に行きたいと思います。きせえな。これで全員ひるんでくれたら美味しいですね。うーん、一人か。まあまあまあ、これで無事いけるでしょう。OK。で、最後ルーペ踏みたいと思います。踏めたらですけど。あ、全然滑んなかったっすね。はい、うん、まあそこそこですかね。はい、はい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 と、はい、素晴らしいタイミングで宮部ちゃん来てくれました。これはですね、元々が真ん中つくとつくの可能性があると回復量が大ですね。はい、無事ついてくれました。うん、で宮部ちゃん来てくれたので、ここはもうせめて道場に行きたいと思います。メンツはどうしよっかな。このメンツだとちょっと厳しいんだよな。実はこのデッキ出るの初めてでして、ちょっと不安なので、いつものテンプレ感を出してやっていきたいと思います。ガチガチのガチ装備で参りたいと思います。黙っちゃってんな。こんな感じですかね。で、このね、ウォークライも忘れずに持っていきましょう。はい、で、回復もマックスでいきましょう。はい、では道場で、敵をね、倒すだけでプラス100入るんで、それを利用してね、団結力をね、40まで上げれたらいいかなと思います。ちょっとね、探索が今んとこ上手くないっすね。お、いい配置だ。みたいでいいんすけどね、本当は。強いな。はい、3体か。はい、40きついかな。どうだろう、まだ何とも言えない段階ですね。 OKOK、 2体だと楽だ。
うん、一回ルーペ踏んどけますか。その余裕ないかな。まあただこのルーペの量でだいたい団結レベル5アップ分と変わらないので、どうなんすかね。団結力上げるに越したことないんですけど、やっぱりルーペ踏むのも大事となってきますね。はい、うわやべ、そう不意打ち、ギリギリだな本当に。オッケーオッケーオッケー、それはでかい。主人公の息を整えつつ、雷も息を整えて、エンチャンメートルですかね。ゲイ、マジでギリギリだな。行くかな、信じましょう。みたいか。あ、いかないじゃんこれ、くそ。2体じゃなかったらなっていうところでしたね。そしてここはウォークライで攻めていきましょう。はい、ここはねちゃんときちんと防御してかわしていきたいと思います。怖いな。悔しい、あとちょっとでしたね。はい、シビレン強化美味しいですね。はい、雷の荒領事ということで、これがさっき来てくれたんで、まあ幸先破りに戻っていきますか。はい、ただね、ステラの方でね、本類生還のこっちの方を選べるのでいいかなと思います。はい、では音楽準備室に参りたいと思います。やめてよ。よし、したらここのデートですかねの前に、まあ忘れないうちにねコツは押さえておきましょう。ドイツトルモンがないので、まあね、ワンチャン天才覚醒ということもあるかもしれないんで、一応基礎値にもね、食っておきます。で、守備力は、ツノマメとカミラの依存があるので、まあ、早めに上げていけたらいいかなという感じですね。まあ、こんな感じで止めておきますか。で、レンちゃんのデート、参りたいと思います。で、イベントが来ると。まあ、そうですね。これ、佐々木アビでもいいんですけどね。どうなんですかね。上だと筋力、あれですよね。敏捷ということで、本命生還は直取りにしても全然いいあれなんで、ここはね、ちょっと重い佐々木アビの方をね、やっぱ取りたいなと思います。はい。続いて音楽準備室に行くので、ここまた霊力を上げて、ふわふわフードも忘れずにつけていくという感じですね。みやびちゃんの評価はどんなもんだろう。あー、まだか。じゃあみやびちゃんでいいかな。
めんどくさいな。まあね、この装備の付け替えもね、ダンジョンの醍醐味なので。ショー、回復薬もたくさん取れましたね。はい、では音楽準備室に参りたいと思います。ふう、ここまででだいたい30分前後ということですね。長いな本当に。はい、1回踏めたのであとは敵的ループですね。はい、ガンガンいきます。これの繰り返しですね。いやー、それにしても白水産高校がね、解禁されましたが、皆さんいかがでしょうか。僕はまだ全く手をつけてないんですけども、どうなんですかね、あの高校は。まあ練習試合が多いということで試合経験点ができるみたいな話を聞いたんですけど、それ以外に何か強いというとこあるんでしょうか。特能出しでしたっけ、なんかもらえるみたいなのを聞きましたけど、どうなんですかね。まあちょっと自分はもうちょっとダンジョンにのめり込んでから、ダンジョン以外の高校をねガチでやるつもりはないんですけど、まあ、おそらくバトスターがシアスイさんの特攻で来ると思うので、まあ、それに備えてね、一応練習とかしておきたいなとは考えてるんですけど、まあ、ガチャも引いてないんでね、ちょっと今回はスルーかなという感じですね。はい、ですね、昨日全く寝てなくて自分は今すっげー眠たいですね。はい、まあルーペ狙っていいかな。うん、チキって狙っていきましょう。うん、チキってこうなるんで次絶対踏んでいけたらいいなと思います。はい、くっそー、もうこの1回のミスがね非常に痛いんで、皆さんなくしていきましょう。はい、シミュレーションが5になりましたね。はい、これはね守備で、ちゃんとポイントを稼いでいきましょう。死ぬのか、スカート見ると行きたいんですけどね。悩むな、行ってもいいなと思ったんですけど、神谷の番組のコツが来るまでねちょっと待ちたいなと思います。というのも、ささやき炙り、パワー比、アベ比、広角というね、その中から一つもらえる強制 3B というところがあるんですけども、そこにね、3個押さえた状態でね、臨みたいので、それまでちょっと練習は控えめに行きたいと思います。何をしたいかというと、次は、一応ね、探索技術を積んで、一回踏みたいところなんでね、積んでいきたいと思います。ま
まあ、上手い人はいらないと思うんですけどね、廊下系のね、エリアですと、ちょっと自分不安で進んでいっちゃうんですよね。はい。プライベート廊下 C に行きたいと思います。ああ、疲れた。もう疲れてるというね。はい、2つありますね。OK です。セーラーの告白まだ来てないっすよね。はい。今まで現段階で50ポイントくらい経験点、探索ルーペの踏み忘れとか団結の上げミスとかで減ってると思うんで、本当にそういうのはねもったいないんでなくしていきたいんですけどね。でこのバクランビートルが非常に厄介ですね。はい、よし。危ない危ないっすね。ちょっと早かったなって思ったんですけど。はい。爆弾か。で最後ルーペですね。くっそー、マジで今回ダメダメだな。はいはいはい。はい、これですね。これでまあぜひパワフルのコツを押さえてから、いきたいということですね。はい、成功の方いただきました。ありがとうございます。はい、ボールは恋人ということで練習に付き合いましょう。やっぱ和火をね、押さえていきたいと思います。射精キャブリもね、押さえちゃいましょう。腕持って、体力がちょっと不安なので、ここはカミラのデートで回復したいと思います。こう選択肢はね、間違いないようにしていきたいですね。はい、で、このイベントで全開しましたね。はい、ほんとみやびちゃん強いっすね。はい、次は放送室に行くんで、全員ふわふわフード忘れないようにつけていきましょう。お、みやびも行ったんでカミラとチェンジしますか。次の放送室はね、マス目に変化がないので、もうね攻撃霊力特化でいきたいと思います。と言ってもちょっと難しいな。こんな感じでいきたいと思います。
まあ、放送室はね、簡単なんで、気軽に行きたいですね。はい、サクサクいきましょう。ちょっと待ってくださいね。がめんどくさいんでね。はいはいはい、もうご了承でいきます。めっちゃ苦戦してますけどね。はい、OK です。走塁練習をちょっとあんまり嬉しくないんですけど、無難にクリアできましたね。はい、このイベントも非常にありがたいですね。意外性のコツをセイラからもらうことができるので、ありがたく受け取りましょう。で、守備もね、 A にしてみましょうか。で、意外性も抑えます。まあ我慢ですね。でもって、ですね、これまた道場に行きたいと思います。はい、すいません、ちょっとまた乱入があったので一旦カットいたしました。とで、道場に行きたいのでまた装備を変えていきたいというところからですね。ちょっと強すぎるんで、ちょっとレベル下げて団結レベルも上げていきたいということですね。で、続きましても探索技術を積んで踏みたいエリアなので、そこも忘れずにしていきたいところです。雷がね、非常にね強いんですよね。レベルも高くなので、そこをうまく調整していきたいところですね。こんなんでいいかな。いや、これはちょっと欲しいので、こっちで
で、レンちゃんは、ベンジャンス野田チーム、まあこんなんでしょう。76、81、71、84、うん、いい感じに弱らせることができたので、同調廊下に行きたいと思います。大丈夫か、なんか忘れてないか。多分暗視を忘れてる。暗視がないんでどうしようかな。誰につけよう。雷か、ちょっと強くなっちゃうけど、ゴー。さあ出ました、一つというね。やばいっすね、第一の関門を迎えてしまいました。これを2回通さなきゃいけないんだよ。しかも周り緑っていう最悪だよこれ。ここくー、今行ったと思ったんだけどな。キューワーズゴー。うーわ、ここあんま滑んないはずなんですけどね。探索積んでもこれだからね、本当にこれだけ勘弁してほしいっすよね。うわぁ、きつなぁ。一回でも増えれば気が楽なんですけどね。やばい。お願い。はぁ、これダメだろう。あぁ、くそぉ。よし、まだ希望ある。勢いでいくぞ。踏んだ勢いでここを乗り越える。あーくそー、あー、これが本当に痛いんですよね。一回の探索ミスが持ち込みに成功しちゃって、これは本当に痛い。くっそー、もう悔しいっすね。もう最初からこれ来いよって話なんですよ、本当に。はい、じゃあ一旦無駄にしてしまったのでちょっと悔やまれますね。まあカラデートが一回起きたと考えればいいんですけど、そんなポジティブに考えれるメンタルを持ってないんで、本当に自分動画化すると全然うまくいかないんですよね。はい、まあいいことあると信じてやっていきますか。怖い怖い。アーグレックがあんまり機能しないんでね。はい、団結レベルをガンガンに上げていきます。あー、外したか。厳しいな。一回チャンスペースするとほんとやる気なくなりますよね。はい、じゃあルーペを、ルーペもむずいんだこれ。それはうまくいくんかーい。OK、 たぶん神は死ぬだろうな。おっと、主人公狙いですね。 OK です。まあ適当に。おお、滑ったね。
多分カメラワンパンなんだよな。もう聞いていかない。だいぶ弁当早いですね。ここは来ないでほしいけど。よし。雷はミートイゾンでしたっけ。なのでちょっと上げていきたいですね。はい、レンちゃんが来たと。はい、OK です。でミートミートミート。やる気がない。やる気あったっけ。あー微妙っすね。やっぱ絶好調じゃなきゃね、金徳はね信頼できないんですよね自分。続きましては、ソマ道場をね連戦していきましょう。ここはねちょっと死ぬのが一番怖いんで、もうガチガチでいきたいなと思います。レンチャマックスかな。もうマックスですね。なのでもうミヤビと変えますかね。安定感もある。よし、では、柔道場参りたいと思います。うん、まあいいですね。青は踏まないように頑張っていきたいと思います。まあ連戦ボーナスがあるんでね、それを生かしていきたいですね。頑張ります。今回ね SS2 を目指したかったんですけど、おそらく厳しいですかね。探索ミス1回でもだいぶ変わっちゃうんで、頑張って SS1 は最低限目標に頑張っていきたいと思います。結構機能してますね。よしよし。うん。痛い。痛いなぁ。いけるでしょう。すごいでしょ。すかしすぎよ、レンジャーのくせに攻撃を。危ない危ない危ない。OK。
ちょっと雑魚でしたら TP の回復をしたいと思ってたら TP の回復できそうですね。厄介だな。さああと2回です。よし、ラスト。オッケー、楽でよかった。怖いな、ちょっと。一旦 TP で回復します。でもって回復薬使ったそうだ。おー、くらい。アンブレイクはいいや。一応主人公を回復させておきます。いやー、二人かつれや。くー、魔法でよし。焦らずね、きちんと倒していったところですね。はい、どうしました。あのピンクのやつで経験値低いってなんだよ。うわー、敏捷めかー、つれー。それはねー、嫌ですね、ちょっと。なかなかに噛み合ってないっすね。まあ、ここで第一撃はね、いいんですよ、結局。結局ね、ほらー、最高。さっきの見なかったことにしよう。ここはロボット欲しかったんですけど、まあしょうがないですね。というわけで、おもてにしようか、まず。まあこんなもんで。続きまして、道場用具室に参りたいと思います。ここはね、また致命耐性をね、つけていかないと大変なことになっちゃうんで。結構使いましたね。まあ、ここがね、多分おそらく最後に使う回復薬の場所になるので、まあ、全部使ってもいい勢いでね、行きましょう。おお、なんとも言えん。できれば強敵と戦いたいんですよね、ここは。経験値が美味しいので。ただ結構強いんですけどね。はい、どうだ。あー、滑りますね。はい、
OK。で、次はルーペかな。あ、ちょっと早いの。早いよ。この辺よし、印象ない。はい、いいっすね、いい感じに強敵を踏めてますね。うん、団結65はいけそうですね。最後のルーペを狙っていきたいと思います。次の人どんだけだよ。忍者なのに命中位置悪かったら他の時どうなっちゃうんですかねって思いますけどね。くっそ、不明塚か。今回はマジで増えてないっすね、全体的に。はい、こいつもサクッと倒していきましょう。これですね。これをどうしようかな。まあ、これは真ん中で技術20もらえますか。はい、というわけで、まあ、剣道場はね、放置しといて、またね、右側のエリアに戻りたいと思います。で、ここのついでにですね、セイラの強化技なども行いたいので、まあ、この戦士でもらえる雷を外していきましょう。まあ、雅もいいかな。レンちゃんで。で、またね、原点に戻って幸運、野生の勘、令和体質の装備に戻していきたいと思います。とりあえずはカメラは適当でいいっすね、装備は。
はい、では2階階段に参りたいと思います。さあちょっとねセクションに終わったら休憩挟みたいと思います。さすがにちょっとね寝ないとねまずいなというふうな、体調でございます。はい、まあちょっとね編集もねあるのでちょっとそこを頑張っていきたいと思います。結構いい引きしてますね2階階段の割には。やばい、ちょっとやばいな、マジで今意識飛んでたな。はい、ラストループで踏んで終わりたいと思います。はい、1回目の2回目のイベントですね。やっべ、今絶対意識飛んでたでしょ、くそ。はい、次はですね、2回青を踏みたいのでまた探索技術を積んでいきたいと思います。では参りたいと思います。頼むぜ、今度こそ頼むぜ。頼んだ、めっちゃいい、めっちゃいい配置じゃん。それをさっきやってくれよ。はい、2回で終わりと理想ですね。はい、あと1回ですか。踏んで、ループ踏んで、終わりですね。やばい、眠すぎるな。すいません、ちょっと一旦休憩挟んでから、またやりたいと思います。なんでループ踏まなかったんだ、今。ってくらいね、ダンジョンを、万全な体調でやらないと、本当に痛い目に遭うので、皆さんそれは気をつけてください。何か忘れたりすると本当にもったいないこととかしちゃうんで、そこだけはねちゃんとないように体調万全の状態でダンジョンはプレイしましょうという説得力のないことをね言ってみました。ラスト行ったんですね。練習レベルは総力だけいらないけどまあまあって感じですかね。ワンチャン転生来ねえかな。はい、ではですね早めにですね教室 3B を訪れたいので次は全員にふわふわフードを持たせて、無難な探索でいいかなと思います。敵さん1ルーペを目標に。いいっすね、またまたいい配置ですね。やばいな、これでも1時間半に勝とうとしてる。さすがダンジョンですね。
今本当はいい手を見たかったですが、しょうがないですね。この先もベストだと思うんだよな。滑らないと思ったら滑る、それがダンジョンです。はい、ようやく埋めましたね。まあ2回敵やってもういきますか。ちょっと自信ないんで、次いきたいと思います。ほい、 OK。 うん、まあいい感じで終わりましたね。かなり泣きそうだな。本当に来たはい、成功ですね。ありがとうございます。はい、というわけで4000オーバーというね、経験点が出ました。まあイベントが進みすぎですね、これは完全に。というわけでちょっと一旦休憩挟みたいと思います。はい、ちょっと一旦失礼いたします。はい、戻ってまいりました。ではやっていきましょう。いや、失敗するんかいお前は。行きたいけど我慢ですね。で、ここはですね、どうしようかな。セーラーでいいかな。行きましょう。イベントもまさか終わったというのか、そんな気もしなくもないっすね。はい、うん、彼女はと言いますと、うん、いい感じで上がってますね。ガーシの目ミスったか。固めちゃね、レンチャンでもらえるんでちょっと待っておきましょう。ジャッジなんか押さえちゃっていいですね。連打本類、うん、こんな感じで。では 3B に参りましょう。ちょっと待って、チャンピ取ったか見ておきましょうね。アベヒ、パワヒ、ささやき、OK です。こっからね、練習も視野に入れながらね、立ち振る舞っていけたらいいなと思っております。いや、やっぱね、一杯お茶飲むだけで全然変わりますね。はい、もうね、本当にね、もう自分の動画はね、もうラジオ代わりでも何でもいいんで、はい、やってください。本当に立ち回りとかね、分かんない方がいらっしゃいましたらね、まあ僕の立ち回りでよければぜひとも見ていただければいいかなという。そのもう行列が回ってないんですけど、はい、まあ、団結レベルの上げ方がね、自分はあんま上手くないんで、そうですね、まあ参考程度で本当にいいのかなと思います。いい時はね、セク145、セク270って行くんですけど、ちょっと今回はね、それをお見せできなかったのかなという、ちょっと残念ですね。滑るなぁ。これ来たって思っても滑るからね。と思ったら滑んないで、というね。今ちょっと滑りすぎたんで、次は滑んないんだろうなという、あれをルーレットの裏の裏を書きましたね。あ、はい、うん、誰に来る。
セーラーくらいしか持ってないのか。まあもう狙っちゃっていいでしょう。2回分なんで。ほい。OK。踏まないよりかは踏んだ方が絶対マシなんで、そういうポジティブに考えていければいいかなと思いますね。まあ、このレベルまで来たらまあ、そうそう死ぬことはないんで、剣道場以外では。はい。まあ大丈夫でしょう。で、広角を無事抑えれたと。はい。OK でーす。ってなわけでね、また探索に戻りましょう。まあ、あれから行きますか。準備室っていうか、生物実験室ですか。から参りたいと思います。ほいほいほい、霊力。暗視欲しいっすね、暗視誰にするかな。カメラに行くか。では生物実験室行きましょう。これね、暗視の付け合わせではね、そう、恐ろしいことになっちゃうんで、ルーレットがね、目にも止まらぬ速さで回り出すんで、ふぅ、ちょっとで頑張ろう。ちょっとでもないけど。いやでもダンジョンってこれからもっと進化するんですかね。これ以上強くなったら本当にやばい気がするんですけど、セーラーの PSR が出るという情報もね、ちらほら出てたっていうか運営側がね言ってたんで、そうなってくるとまたね強くなりますよね。ほい、よーし、完璧。また新たなエリアとかね出ちゃったらね、 SS2 が当たり前みたいなのになっちゃいますね。まあ、僕も遊べないので、モッドとしてね選手作りをしてるんですけど、まあ、もし染めてたら多分いってるなっていうサクセスは何回もあったんですけど、まあ、そこはねこだわりを通して、僕なりのねチーム作りをしていければいいなと思ってるんで、そこは別に気に病んでるところではないんですけど、なのでもう SS さんとかね、多分今現在1人2人くらいしかいらっしゃらないと思うんですけど、作った方が。もし新エリアとか出てしまったらね、もうどうなっちゃうんだろうって感じですね。はい、 OK。 あとはもうループ1点ぐらいですね。ダンジョンにおいて筋力ポイントは非常にね大事なんで、はい、1回でもねこれ多分 2.6 くらい入って 2.4 か、このチビチビした数字がね後に響いてくるんで、マジでイベント終わってるくせえな。はい、評価も大丈夫そうですね。あとは井戸端が早めに来てくれということを祈っていきましょう。東雲、雷、東雲行くか。これは守備職人がね、ぜひとも来てほしいので、顔出しろいうちに行きたいですね。はい、ありがとう。早急か。まあいいでしょう。はい、レンちゃん見てた。ただ雷か。雷はね、ちょっと怖いんで、キャッチャーコツとかね、欲しくないんで、ここはスルーしていきましょう。そしたら、あれっすね。鬼太郎か、行きましょう。でここもね探索技術をねガン詰めしていきたいところですね。
きましょう。頼むでー、ここでほぼほぼラストだからね、探索は。よし、後ろにチラッと見えましたね。マジであれだけ悔やまれるなー。はい、本当気が楽です。オッケー、ほい、よし、なんかもう止まる前にもう行けたっていうの分かりますよね、ダンジョンやってる方とあるあるだと思うんですけど。もう一回敵踏みたいですね、できれば。頼む、よし、これでルーペ1点狙いでいきたいと思います。こい、滑るね。はい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 、ほい、いや滑るな、マジか、2連続でそれはちょっと予想外だったな。さすがにいったね。よし、あぶねえ。怖い怖い怖い。雷か、雷はまっすぐしていきましょう。で、持って、どうしようかな。3いいか。一旦セーラーいきますか。うん、一旦セーラーで。練習もね、していかなきゃいけないんで、うん、体力がね、少ないときは積極的にデートしていきましょう。今のところ探索ミス1で練習を1回行ったので、あと2回ほど練習に行けるって感じですね。で、ふわふわフードを忘れずに、次、3Eに行きたいと思います。よし。ここまで1回踏みたいんですけど、ちょっと怖いんで僕、毎回2つ、じゃないや。探索技術を積んでいってますね。で、これが非常によろしくないと。青の周りにね、緑があるのが非常に嫌ですね。で、なかなかに滑ると。頼む。マジで滑りすぎでしょう。はい。だいぶロスしましたね。赤が連続してる分、これちょっともったいなかったですね。次回行くか、ちょっともったいないけど、本当は3回踏んでいきたいんですけど、先ほどの言った通り、踏まないよりかは踏んだ方がマシなので、行くか。行くか、一発で。ほい。ああ、それは行かないのね。いまいちでしたね。本当は、教室系は、敵さん1ループを2回、やりたいんですけど、全然でしたね、ちょっと。ではでは、物置いきますか。そのまま、レッツゴーですね。で、ここはね、致命耐性を忘れずにつけていきましょう。万が一があるので。よし、行きますか。で、あとはセクション差はデートで終わりですね。まあ練習行けそうだったら行きますけど、
まあ、おそらくどうせ精度がダメージすると思うんで、まあ練習なんかできるとはたくさんですね。はい、1、2回はしていいと思うんですけども、やっぱり空手と探索ミスはね自分のせいなのでどうしようもないんですけど、空手とはもう予測不可能なので、そこはもうちょっとどうしようもないですね。もう来ないことを祈るしかないので、それを踏まえて本当練習できるのでやっぱり2回ほどなのかなと思いますね。探索中は、はい、ほい、うん、まあいいか。OK、 地味に怖いんだよなこいつら。タイは致命体勢なかったらやばかったっすよね。うん、まあいいんです。もう団結レベルはね完走してるので踏むことが大事ですね。経験点を1点でも多く伸ばしていきましょう。それはちょっと違った気がするけど、うーん、練習のアップがちょっと渋いですね。さあ何でしょう。雷か、雷ちょっと行きたくないんだな。うん、我慢ですね。で、まあ、CD はちょっと残しておきましょう。井戸端とかもあるので、まあ、デートの消化に行きたいなと思います。まあ、レンちゃんから片付けますか。来ましたと言ってる隙に、はいはいはい、井戸端来ましたね。井戸端が来たので、そして練習したいと、お、来ましたね、東雲。これは行きたいとこですね。はい。帰ってきちゃったんで、あと1回です、練習できんの。これで守備職人もらえれば、まあいいのかなと思います。よし。あ、あ、早急潰しなかった。あー、やっちゃったー。もったいな。くそ、今のはちょっとほんとないっすね。あー、何してんだこれ。自分が許せない今のは。もうダメだな、本当にダンジョンは集中力があるときにやりましょう。うわー、マジダメ。何してんだ俺は。悲しくなってきた。もったいないな。これ NG かな、動画化は。まあやるだけやりましょう。本当にもったいない。もうバカだわ本当に。なんか抑えちゃっていいっすね。情熱エールは取るのやめときましょう。ほんともったいなかったな、ほんとに。いやー本当にもったいないな、さっきっていうか。あー本当
一体何してんだろう俺。まあ CD 回っていいかな、もう、うん、C 回ってセアで回復して剣道場行きましょう。はい、だろうな。まあ、完全に早急潰したもんだと思ってたわ。その辺の集中力をどうにかしろというね、選手ランクが全然変わってくるんですよね。うん、本当にハートが邪魔なんだよな。ほい、うん、ダメか、次だな。頼む。オッケー、なんとか最低限ですね。でここで何くれるか非常にでかいです。インコース、うん、スポスポいいですね。よかったよかった。はい、これはまあコンビでしょう。経験点取りましょう。うん、でセーラデートで、最後剣道場行きたいと思います。ほい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 、ガチメンバーでね、ガッチガチの装備で行きたいと思います。でラスボス戦なんですけども、まあ、霊力が大事ですね。本当に脇のやつらを倒すためにやっぱ霊力は必要になってくるので、そこはちゃんとつけていけたらいいかなと思っておりますね。どうしようかな、何か欲しいな、魅力あれつけるか。うーん、ちょっと黒光で弱くなっちゃうんですけど、はい。であとは、回復スプレーのね作成が大事ですね。
はい、大量にありますね。1個か。1個ですか。まあいけるでしょ、こんなもんで。まあ装備の方確認していきますか、ラスボス戦の。主人公はですね、まあ、こんな感じですね。恐怖耐性、致命耐性はぜひともつけたいところですね。で、道具知識を持つことによってあまり攻撃しない主人公で回復サポートみたいなことができます。はい、他は、まあ、別にどうでもいいですね。はいはい、ガードなんですけども、はい、別に特筆すべきとかそんなないですね。はい、とりあえずレベルが上がる方法を積んだって感じですね。まあ、強いて言えば、まあ、霊力、警戒、まあ、伝承知識といった霊力の、シナジーがいいのかなという感じですね。はい、こちらカミラなんですけども、まあ、まあ、霊力、伝承知識、二刀流といった、まあ、攻めの装備となっております。で、まあ、武器でアーマーブレイクがあるので、こちらで、まあ、ボスに、負傷攻撃を負わせられたらいいかなという感じですね。はい、雷。雷はですね、やっぱり高級手当を元から持ってるので、ちょっと積んであげたっていうのと、あと霊力、二刀流、連撃といったね、攻撃重視で、の装備となっております。では行きますか。ここまで10回戦えばね、むちょちポイントが美味しくなるんで、狙っていきましょう。お、いいね。青が固まってるとね、かわしやすいので。ああね、主人公のね、武器に霊力をつけるの忘れましたね。ちょっと痛いね。ナイス、アームブレイクナイス。うん、道具知識がね結構強いんですよね。回復量を上げてくれるんで、結構いいレンジャーベストがね作れたかなと思いますね。道具知識5のレンジャーベストが作れたので、僕は結構、重宝してますね。うん、なるべくね、強敵と戦わずに取り付けたいですね。で、こういった息を整えていきましょう。はい、ゴー。はい、いい感じですね。で、ここもね、大事なんですよ、このちまちました行動も。連戦になってくるのでね、PP の回復も怠らずやっていきましょう。はい、あと3回です。頑張りましょう。強敵引いちゃいましたね。さあ、積極的に貯めてくる。この辺に来るとこの辺のこいつらはね、やっぱ貯めてきますよね。これ怖いな。際どい、ただ行くしかない。危ない。またか。おお、かわしましたね。殴ってくるな、これは。よし、あと1回です。頼む。見事に踏みましたね。さあ、ためないうちに攻めよう。
これ回復を挟みつつ、これいけるかな。よし、ボス倒しましょう。はい、もうガン攻めでいきます。基本的に対象はもう真ん中でやってるだけですね。防御旋風で回復スプレー使ってあげーの、まああとは防御してくれるというのを見るためや。あ、不調なのか。まあ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 ってとこですかね。恐怖がめんどくさいっすね。はい、もうあとお世話でいけるんじゃないですかね。うん、負傷で死ぬというね、かわいそうな死に方をしてしまいましたね。で、命中と下げられてるんでちょっとめんどくさいんですけど、もう押せばいけるでしょう。はい、OK です。まあそうですね、まあ大体私はこんな感じでボス倒してます。さあ、どんなボーナスですか。いや、まあいっか、まあいこうか。あとは科学実験室と、教室 3D ですね。の前にセーラーのカラーデータがあるとちょっとあれなんで、セーラーの、ね、データを消費していきましょう。ないといいんだけどね。はい、セーラーですね、ここは。で、これからじゃなかったら 3D も回れるということなんで、頼む。よし、あっ、キウチのコツ渋いな。そこは渋いな。あ、芸術流しはもう取るしかないんで取りましょう。セハラも取るしかないな。はい、では 3D と最後科学実験室に行って探索は終了でございます。彼女評価は大丈夫そうですね。ちょっと怖いんでセーラー連れてきますか。というか経験点的にもこれが一番いいのではないでしょうか。暗視がない気がする。そこをね、忘れちゃダメですよね。
では行きましょう。本当にね、さっきの早急のね、取りミスだけはね、許せないですね、自分のことが。時間くらいの動画になりそうですね。申し訳ないです、本当に。はい、次ループですね。ほい。OK。はい、よし、まず1回 OK です。いやー疲れますね、ダンジョン。やっぱダンジョンは1日1回が限界ですね。来い、おーし、完璧。ここはね、やっぱ2セット踏みたいところですね、きっちりと。これくらい、単体でね、これだけ入るんで、やっぱでかいっすね。うん、いいでしょう。印象はね、ただそんなに美味しくないのですが、動作もあるので。はい、で、これで 3D 行けば OK ですね。まあ、カラデート1というね、非常に優秀でしたね。それをなぜかレンちゃんがするというね、結構珍しいパターンでしたね、今回は。普段はセイラがね、アベレージ2回くらいやるんで。ここね、ヌーペが3連単してるんで、それ生かしたいですね。よし、次こそ行くぞー。ほい、オッケー。うん、いい経験点。おー、危ない危ない危ない。セーフ。うまそう。 OK、次ルーペで終わりですね。あ、ちょっとミスったな。あ、ミスってなかった。よいしょ、多いよ。まあ、ここで結構序盤のループミスは取り返せたかなという、もう取り返してないですね。結構踏めたので良かったかなと思います。ピンショ絶対余るが今回。はい、もうあとはもう4回ともカメラのデートだけですね。いやー、もうこの時点でね、A 近くできるっていうのは余る証ですね、これは。で、情熱エルと、情熱エル取れねえのか。情熱エルとか、そういう試合に影響する金得とかはね、積極的に抑えていきたいですね。結構ストロー。で、あとはカミラと心中するだけです。何回もね、カミラで私失敗してるんで、もう最後まで気が緩められませんね。
はい、まあ、選択肢を間違えないようにしていきましょう。はい、サクッといきます。よし、集中していきましょう。いきなり怪しいぞ。やべ、打法を適当にしたせいですげえ打ちづらい。OK、これ引き離せますね。大丈夫かな。雷がキャッチャーやってくれてるんで多少は大丈夫だと思うんですけど、うん、よし。よくジャスミンでね負けたという報告も聞くので怖いですね。はい、びっくりは我慢していきましょう。アイコンタクト取りましょう。そっか、魔術師もね、さっき抑えてたのにな、普通だったら。さ、要チェックありです。うん、サクッといきまーす。なんか取りたいのはないかな。ないかな、ないな。肩上げよう。よし。まあ、自分はね、基礎値は全部オール B 以上にすると決めてるんで、そこの縛りはね、絶対守っていきたいと思います。4番2回の裏、1点を追いかけます。ダン&ジョン、攻撃に入ります。トップバッターは大森がセンターですね。第2球打った、これは強烈、入れば同点だ。一旦上岸。ちょっと点取り合戦怖いよ。大展開で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で坂部、第2球投げた、打ちました、ちょっと待って、黒金もね上がれないんでね、怖いっすね。うわリードで迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で坂部、今日3打点を挙げています。無理せず行きましょう。ストライク、バッター追い込まれました。投げました、えぐえぐ、今のはえぐいっしょ。ファウルです。アウトローの初球はボール、カウント1ボール2ストライク。確実にこういう球を打ちた。まだわかんないぞこれ。リードで迎える7回です。今日3打席連続でホームランを放った。さすが5点差あればって思うじゃないですか。全然あるんですよ。よかった。スカートも丸くし上げてないですね今回は。はい。ではでは。なんか呼吸かな、呼吸もなんか筋トレに関係ありそうなので上げときつつ回りたいと思います。頼むぜミサちゃん。何度ここで死んだか数知れませんが、絶好調で守備 A です。それを聞いたあなたはどう思いますか。私はもう信じるしかないです。よかったよかった。まあ、よく言えばかなりでくれたりしちゃう、しちゃうの、少しです。まあいいでしょう。あとはびっくりと言おうとしたけどそんなことはなかった。
びっくりだね。ここで起きてほしいんですよね、一番。スカート入れ、オッケー。まあ、ここですね。これでもうドラフト4位から3位に上がるんで、それだけででかいなという感じです。SS1 いったかな、微妙だな。本当に守備職人のミスが痛すぎる。ツーアウトランナー1塁という場面、サッペ投げました、真ん中に飛ばしてストライク。もう一個こっち欲しいですね。投げました、これはいい当たりだ、いった、入った入った。もう試合はもう自分はもう絶対ホームラインが打たないんで、追加点のチャンスです。恐れてはないんですけど、もう味方がね、満潮になってるとはもう知らないです。はい、入った入った。6回の裏、ダン&ジョン攻撃に入ります。先頭バッターは坂部、打ちました、痛烈、いった、入った、入った。頑張れ須藤、頑張ってるな。ダン&ジョンリードで迎える初回、今日3打席連続のホームランを放っている坂部、何のホームランしか打たないで、音量ないってのがね、ちょっと言い訳させてください。うん、ダメだ。ただの下手くそ。来い、よし。誰だ、誰だ、誰だ。誰ですか、雷。雷、打球伸びだけください、本当に。三分の一、キャッチャーだけやめてくれ、本当に。打球伸びをください。本当に、僕の愚かなミスを。ダメだ。くそー、くそーですね。くー、きつい、足りなすぎる、いろいろと。多分技術がめちゃくちゃ足りない気がします。マジでなんだあのミス。結局送球を抑えてんのにさ。お待たせいたしました。2アウトランナー1塁というバックで坂部投げました。これはいい当たりだ。いった。入った入った。おっと怖いっすね。同点で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で坂部第2球。あ。アルボー。投球はこれから3球目、低め見送ってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打った、これは強烈、いった、入った入った。今回味方打線が活発ですね。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で坂部、今日4打点を挙げています。いや、そうでもなくないか。やっぱキャッチャーがいいといいな。やっぱ雷毎回連れてこう。痛みになってきてるんでね、最近。第2球、投げた、伸びた、伸びていった、ライトセンター。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面、はい、坂部、今日はツーランホームラン3本を打っています。投げた、こういうモブからきちんとストレートに絞って打っていきたいところですね。第3球を投げた、ゴシコ、ヒロボジュじゃない、おー、オーバー、はい、リードで迎える8回です。真の活躍を見せる。今日4打席連続でホームランを放っている坂部。坂部。第2球。投げた。うん、今の負けないです。入った入った。まあ、余裕があったんで手出したんですけど、普段は絶対手出さないですね。さあ、最後光って、光ってていうか、びっくりマンチョコ。守備職直撮り、やらかしたな。やらかしマンですわ、完全に。敏将も死ぬほど待ってるしな。
どうだろう、 SS1 ギリって感じですかね。手応え的にはコツが死んでましたね。最初の3ターンあんだけびっくりしたのに。2回の裏2点を追いかけます。ダン&ジョン攻撃に入ります。この回のトップバッターは坂部。第2球投げました。この球だけはちょっとね、いつまでちょっと慣れないですよね。けど打ちます。入った入った、ホームラン。ダン&ジョン追う展開で迎える4回です。先ほどこれはいい当たりだ。やばい、接戦だな。で迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という。ムービングファーストしか打ってない。入った入った、ホームラン。おー、アローが迎える8回です。インドを渡すか。3打席連続でホームランを放っている坂部。第2球。それは無理だな。決まったストライク。キレのある変化球。投げました。全部俺の打点でもないか。うん、来た点だけモブが上げてくれましたね。どうだろう、手応えがあんまりない今回は本当に。はい、いつも KK って1番500くらい出るんですけど、どうですかね、いってますかね。自信ないな。もうどうでもいいミスをね2回しちゃったのがね、ほんと悔やまれます。さあ技術が足りるのか果たしてという勝負ですね。これはどうだ。おお、結構出ましたね。もうこれを見ると本当に悔やまれる。なんかもろもろ成功してたら1万1000もあったかもしれないですね。大吉も出ましたし、もったいないかな本当に。これがね、もっとプレイング上手くなりたいですね僕も。はい、とりあえず査定高いやつをね積極的に取っていきたいと思います。やっぱ足りんな。予想通りすぎる総力が余るという。どうすっかな。個人的には肩 A にしたいんだよな。ただそうするともうルート取れないってなりますよね。でもこうしたいな僕の勝手なあれですけどこうしてえな。はいはい、テニスモード、ちょっと恥ずかしい。なるほどなるほどなるほど。ちょっとねごめんなさい、オール A 以上にしたいです私なので、これでいきたいと思います。もう査定を考えないっていうね、もうパープラーらしからぬ行動なんですけど、まあちょっとね、僕もね、先ほどオール B とは言ったんですけど、やっぱりね、オール A 以上にはしたいんですよ。今後の立ち振る舞いとしては。なので、ちょっと、基礎値の美しさ優先しちゃってもいいですかね。はい。勝手なあれなんですが、もうお前さてちゃんとやれよっていう、まあ、意見もあると思うんですけども、ちょっとここは僕のこだわりというか、はい。やっぱ
いいじゃないですか、やっぱこの基礎値見ると。はい、すいません、今回はこれで活かしてもらいたいと思います。では確定、まあ、名前はとりあえず坂部でいいでしょう。さあどうでしょうかね。 SS1 いきました。おお、ギリギリきましたね。ありがとうございます。もうちょっと査定工夫したらもうちょいメモリ伸びたと思うんですけど、まあ良かったですね。最低限の目標は達成できたので、ギリベンチ入りする選手を作ることができました、まあ、本当にコツの抑え方、あの守備職取れてれば多分帳尻合わせとかも取れましたし、本当にもったいないです。探索ミスもありましたしね、たらたらもったいないなという印象があったサクセスでございます。まあ、ただね、まあ、自分私はこういう立ち回りをしてるっていうのをね、分かっていただければ幸いでございます。はい、これでチームランクどのくらい上がるんだろうな。多分この明星さんを外して入れて、スタメン入るか、入りませんね。チームランク2上がりました、ありがとうございます。いやー、まあね、あと2人で全員 SS1 以上にできるんで、それを当面の目標として頑張っていきたいと思います。はい、ではね、長々とご視聴のほどありがとうございました。まあ、今後もね、まあ、余裕があればこういうダンジョンの動画とかね、出していけたらいいなと思っております。はい、もっとねプレイング上手くなれるように頑張りたいと思います。はい、よろしければね、チャンネル登録の方もぜひともお願いしたいなと思っております。ではこの辺で失礼いたします。おやすみなさい。さよなら。